え皆さんは摩擦という言葉を聞いてどんなことをイメージしますか人間関係の摩擦でしょうか国家間の貿易摩擦でしょうかあるいは異文化摩擦かもしれませんねこれらの摩擦はない方がありがたいなんか厄介なものというイメージが強いですよねそれでは科学技術分野における摩擦はどうでしょうか 物と物をくっつけてこするとき接触面に生じる抵抗これが摩擦です例えば機械を構成する部品と部品の間にも当然摩擦は生じますしたがって部品がすり減ったり部品にひびが入ったりして機械の故障の原因になりますまた機械を動かすとき与えるエネルギーの一部は必ず摩擦で逃げてしまいます こうした無駄損失を足し合わせていくと摩擦による経済損失はなんと年間十数兆円にも達すると言われていますですから摩擦を制御することは経済問題省エネ問題を解決する鍵になるんですさてこの摩擦機械が小さくなると深刻な問題を引き起こすんですなぜななぜら物が小さくなると 表面の効果が極めて大きくなるため表面に働く摩擦の効果がとてつもなく大きくなってしまうからですですから仮にナノテクノロジーを使って原子や分子の大きさの機械部品を作って動かそうとしても摩擦のせいで動かなかったり壊れたりしてしまう可能性が非常に高いんですナノメートルサイズの機械を動かすには 一体どううすればいいんでしょうかこの問題を解決するため私はナノテクの観点から摩擦を制御する研究を進めています例えば分子のボールを分子のシートで挟んで滑らせて摩擦を1兆分の1ニュートンまで小さくすることに成功していますこうした研究は特にナノテクのために役立つだけではありません私たちの体の例えば関節に働く摩擦や 地震の際プレートに働く摩擦の理解にもつながりその波及効果は極めて広く私たちに大きな夢とやりがいを与えてくれますそんな夢を一人でも多くの皆さんと共有したいそして基礎科学から産業用まで幅広いブレークスルーを引き起こすような研究を進めていきたいそう考えています